大怪獣、バラン、大怪獣、バラン、大怪獣、バランは、1958年公開の、東宝が制作した、怪獣映画、モノクロ、東宝パンスコープ作品、上映時間82分。原作は怪奇小説家として知られる、黒沼剣。後にゴジラシリーズの脚本に多く携わる関沢、新一が最初に手掛けた、怪獣映画である。当初、 アメリカからの注文で全4部のテレビドラマとして制作が始まり、フィルムもスタンダードサイズだったが、途中から劇場公開が決まり、東方特撮初のシネマスコープ版映画、東方パンスコップとなった。好評であればシリーズ化も予定されていた。準備校でのタイトルは東洋の怪物大怪獣、バランとなっており、この副題は公開時のキャッチコピーや怪獣。 バランの二つ目としてもいられている。東北地方、北上川上流の秘境で、シベリア地方にしかいないはずのが発見された。直ちに、杉本生物研究所の書員二人が調査に向かったが、原因不明の開始を遂げる。杉本博士の助手の魚崎、犠牲になった書員の妹で記者のゆり子、カメラマンの堀口の三人は真相を解明すべく、現地へ向かい、 外部から隔絶された入った敵で独自の神を崇めている岩屋村の人々と出う。突如、彼らの前に湖から眠りを覚まされた怪獣バランが出現し、集落を破壊する。直ちに自衛隊が出動して攻撃を加えるが、バランは攻撃をものともせず、それどころか手足から飛膜を広げて飛び去ってしまう。その後、調子置きに現れたバランは、 東京湾から羽田空港に上陸する。バランの都心振興を阻止すべく、自衛隊が羽田空港に布陣する。中世代の恐竜、劇中では単に怪獣としか呼ばれないバラのポーダの生き残りで、北上川上流の湖に住み、外部から隔絶された集落で、バーラダギ山の神、バラダギ山人、バラダギ様とも称されるとして崇拝されていた。 顔の周りの角と背筋に並ぶ透明な長いトゲが特徴で、通常は四足歩行弾が二本足で立ち上がることや、ムササビのように、飛膜を広げて滑空することもできる。研究員たちを襲ったことがきっかけで正体が判明し、眠りを覚まされて、集落を破壊して飛び去った後、調子沖から羽田空港に上陸して暴れたが、光るものを飲み込む習性を利用され、 科学者の藤村博士が作った強力な爆薬が仕込まれた照明弾を飲み込み内部から爆破されて死亡する。頭部はみ光帝像、胴体はヤギ勘寿、ヤギ光栄、表皮、背中のトゲは村瀬継像による。背中のトゲは生物の一部らしい透明感を表現しようと村瀬が出したアイディアにより切ったゴムホースの切り口にビニールテープを貼って作られた。 目には電色が組み込まれている。背中の鱗はピーナッツの殻を押し付けたもの。体色は数少ないカラースチールから茶系であることが確認できるが人工着色のスチール写真では緑色となっている。着ぐるみの他に飛び人形、ギニョールも作られた。飛行シーン用に作られた三分の一サイズのミニチュアは1966年から1967年にかけて 東方倉庫での現存が確認されており、週刊少年マガジンなどに写真が使われている。1966年7月19日に放送された午後11時の大阪、読売スタジオで収録された怪獣供養ではバランの飛び人形が祭壇に飾られている。怪獣送信劇にはこの3分の1サイズのミニチュアも使用されており、富士山陸のシーンで確認できる。 並行して、送信液には、心臓系の90センチモデルが使用されており、1980年代には、同サイズのゴロザウルスやモスラ聖虫、ノストラダムスの大予言のオコウモリなどと共に、東方特備倉庫での保存が確認されている。現在も、首のみ現存し、関連イベントで展示されることがある。映画本編クレジット順。映画本編クレジット順。 僕は三人前、フランキーの僕は三人前。アメリカでも、バロン・ザ・アンビ・ディバボーの代で、シネスコ版の映画として公開された。監督は、ジェリー・バーウィッツ、脚本は、シド・ハリス。音楽は、儀式の曲以外はすべて変更されている。1958年10月に録者協定により、劇映画のテレビ放映が禁止となり、テレビ映画として制作された作品でも、 劇場公開されたものはこの範疇に含まれ輸出の際もテレビ放映権を付与しないことが決定さだ。これにより、前述の通り本来はアメリカからの依頼で、テレビドラマとして制作された本作も劇場公開されることとなった。主人公は日本在住のアメリカ軍将校ブラッドレイ司令、縁、ヒロインは彼の秘書、静子、文献によっては静かになっている、縁、 小林鶴氏に変更され、ストーリーも、バラン撃破に出動したブラッドレイ司令が、バランの逆襲に会い、静子と共に洞窟に追い詰められる、最終的にバランは死なないなど、かなり、オリジナル要素が含まれている。大怪獣、バランアカシア書房書き下ろし単行本1958年10月5日、発行作が、藤田茂。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。